こちらはエルデンリングの攻略動画となります。ネタバレを多分に含みますので、そういうのがお好みでない方はブラウザバックを推奨いたします。動画をご覧の皆さん、こんにちは。趣味で動画を上げてるもの、ルチョです。エルデンリング続きからやっていきたいと思います。今回は前回の最後に言った通りですね、最初にこの辺とかこの辺をね歩いた動画を貼っつけておきます。で、今からその続きを探索していくっていう感じですね。それではどうぞ。1番の方に行ってみるか。とりあえずはでけえつららか、ただでけえ岩か、なんだこれは。え、ああ、黄金の種子だ。ああ、なるほど、ここか。あれ、ビリビリがある。ほい。やっぱそうだよな、あれだよな。ん？なんか音が聞こえる。なんだ？うっ！あ、龍神。何が起きてるかわからん、わからんが、わからんが、とりあえず避けれない、避けないなら回復する。え、あの体力で消えるの？やめてよ。次出てきた時マックスとか絶対嫌だよ。この辺だな。うわ、マックスだ。これやりきるしかない。もう倒したのか、これで。やべ、自利品だな。こっちの方だな。倒す意味なしだみたいな。こっちの方、音的にこっちの。うわー、おお、なんだなんだなんだ、この辺なんかあるぞ。これ戻っていっちゃうよね。あ、ここか。ん、どこにもそれらしきものがないな。あ、なんかいる。やぶさめしてる。おっ、なんだあいつ。あ、ラティナ、白金人だ。まずはこの雪をどうにかしたいんですよね。雪をどうにかしたいけどもよくわからないので、魔術師等でいけそうなことがあったらそれを一回やってみて、でその後ですね、赤い狼がねいたところに行って倒して、この雪がやめばオッケーという具合にしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。このベールを使えばこの魔術師級になれるのではないかと。違いますね。もう一回やってみようかな。いや、ダメかな。私もインプになれるのではないか。違う。なんかあるぞ。これまさか言ってくれるのか、案内してくれるのか。もしや、なんか出てきたな。なんか出てきたが、こいつは一旦無視か。一旦無視か、こいつは。どうなんだ。一旦無視か。一旦無視でいいのか、これは。すげえ出てきてるけど。さらに下か。なんかすごい出てきたけど。いいのか、無視で。あれ、
アイテム教えてくれた。なんだこれ。嘘。そのバカな。ルーの子を教えるためにこんなとこ来たわけじゃないよな。ん？ここに落ちろってか。いや結局ここじゃん。もしやここで使うのか。が金庫の位。どうだ、2体と戦わせるみたいな、そういう感じじゃない。あれやられっちやられっちやられっちだけど触れるか。うわ、触れないってことはやっぱあれだ、ルーンだ。え、そんなことある。あ、お前ちゃんと剣使うか。なるほど。しかも強化されてないね、ポロ。早く。はあ、ツーパンやば。くぅ、3対1はきついな。間違えた、危ない。くっそ、マジクソだな。どっかになんかあるんじゃないか。あるね、これだ、これだな。何、同じ性別設定に来たな。そういう感じか。ほら、おそらく黄金樹の近くですし、あいつが来るんでしょう。あ、お前がいたか。化身、あ、いた、来い化身。これで凍傷だ、オッケー。オッケー、よし、発。届くかそれ。あー、届くね。それも届くね。危ねえ、横振りかわして一発。あー、いけん、ご利用しがすぎる。オッケー、回復。これ距離を取れば当たらん。よし、もう一丁か。距離を取っちゃうとそうなるのが面倒だな。当たらんか。いい角度だなこれ。当たんない角度。これで終わりだな。そして俺の致命も入らない可能性。あ、だが当初思ってたのと違うな。レントゲの割れ雫、破裂した結晶雫。レントゲの割れ雫、攻撃が連続するほど攻撃力が高まる。ただしその効果は一定時間で消える。破裂した結晶雫はちょっと形が違うけど同じものっていう感じでいいのかな。16万入りましたね今のやつで。なぜあそこからこっちに飛べたかもよく分かっていないので、とてもなんかモヤモヤはしますが、まあ、1人倒して16万ももらっちゃったので、さすがにこの16万は落とすわけにはいかないので一旦戻りましょうかね。この辺に祝福あっていいんですが、どうなんでしょうか。ありそうだと俺は思ってるんだけどね。何あのホラーチックな建物。ほん、白金人のちょっとなんか前提がよくわかんないんだよな。片やなんかもう拷問されるためだけの生体実験機械みたいになってると思えば、こんなところで居城構えてるし、なんださあ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 、祝福を俺にくれ。
この謎の謎の廃墟どうだい、あるかい。テイレイガイオルディナ、まだ封印されてるな。これいけるはいけるけど、なんかそこかしこ封印されてるな。あった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 、ありました。ラストグレイスディスカバード、天、あ、天だね、辞典の天だから、天霊界オルティナ、天霊って意味がちょっと分かんないですけど、よし、とりあえずレベルアップはしましたんで、ここが天霊界オルティナということは分かりましたね。また黄金樹だな。私黄金樹の種子をこれ以上集めても、どうやらもうこれ以上強化できないみたいなんですよね、個数を。なのでまあ意味がないっちゃ意味がないんですが、まああるから拾っときましょう。なここ、いけそうだな。あれ、ラティナ、ラティナじゃない、白金人の故郷みたいな、そういう感じでいいんだろうか。このオルティナはサリアの魔術師街みたいな感じか。ん、なんかいかにもな感じだが、違うのかな。え、この霊体違うよね。なんだ、もう謎が謎を呼ぶね。こいつは困ったもんだ。そしてあんなところに墓守投手がいる。倒していこう。血にまみれてない、なんか。血にまみれてるね。いいよ、振ってきな。だー、ダメ、赤い腐敗か。オッケー、終わりだ。血にまみれて、いや腐敗にまみれた闘志、勝てな。投資をつけといてよかった。腐敗した投資の足こう、腐敗した王の、腐敗した王の特大武器か。かつて剣闘のために使い、赤い腐敗に蝕まれたとも剣闘を追われた投資たちの獲物。蝕まれてないやつ持ってないな俺。青銅の蛇が巻きついた足こう、その赤い腐敗に蝕まれたもの、少々敵に狙いやすくなる。一緒だね。うん、こいつもしかして何回でも湧く感じの敵かな。わあ、なんかいそう。あ、で、霊廟がいるのか。一応下のところ行ってみますか。まあ、さっきの赤狼、赤狼もそうですけど、まあ、面倒とか難しいとか強いとか、あれ？またいるな。まあ、面倒とか難しいとか強いとか、そういう敵は後回しにした方がいいんですよね。なんだ、すごいぞ、これは。どういうことだ。走り抜けた方がいいのかな。何かがあるわけじゃない。特に何もないのか。うわー、すごい火力だ。どうしようもできんぞこれは。なんかあるんだろうな。あー、マリカ教会っぽいぞこれ。第3、第2、第1ときて、第4、ここが違った。ロスグリスディスカバー、ちょっと一回静かにしてもらおう。なんだなんだ、邪魔すんな邪魔すんな。レリナちゃんは出てこないな。気境の廃屋かな。ちょっと違ってたらまた調べます。で、このクソでかい指巫女みたいな人がいるけど、ラティナのでかいバージョン、白金人のでかいバージョンか。アクションの切り替え、ラティナを召喚する。まずちょっとアイテム拾わせてもらおうかな。白銀、白金ですね、多分。これは盾。知力補正のある盾。変わってるな。琥珀の埋め込まれた、あ、確かに埋め込まれてる。輝く白銀の盾。聖樹の騎士、ローレッタの獲物。あー、ローレッタ。あ、ローレッタも聖樹の騎士なのか。その形は、密かに雫を模している。確かにね。つまらぬ噂の原因ともなっている。ローレッタは白金人である。確かにローレッタは馬の上にずっと乗ってたから白金人かもしれないな。ということは彼女がローレッタ。
この人ローレッタか、もしかして。ラティナを召喚しよう。ラティナ。さあ我らの大きな妹、受け入れておくれ。最初の雫を、そして命をなしておくれ、我らすべての白金のために。どうしたラティナ、話しかけられるんだ。ありがとう。あなた、ようやく使命を果たすことができた。ゴンバババーン、古流岩の装飾探石。はあ、なるほど。特殊な武器はこれを使わないと強化できないんだ。我らの大きな妹はきっと希望をなすだろう。希望をなす。これでもう悔いはない。最後まであなたと共に戦おう。そしてもし戦いが終わった時は、私を葬ってくれないか。我が狼、ロボの傍らに。あ、そうか。ロボのところに送ってやるぞ。これがローレッタってことか。なんかでもあのダクソ3の DLC 最後の、あ、名前出てこないや、グウィンの娘、あいつもこんな感じだったな。特に変わりなしだな。でもしかもここ付箋の約定があるから戦えないね。ってことはもう 120% あれに攻撃することはできないから関係なしだな。何用だったんだ。ローレッタは白金人の大きな末の妹みたいな、そういう感じでよろしいんでしょうかね。ん、死者がいるか、この辺。白金人は聖樹の生き物だからこそ迫害されてたみたいな、そういうことか。ちょっとわかりませんね、これだけじゃ。あー、やっぱ霊廟騎士いるけど、なんかパッと見ちょっと赤い気がするので。でもまあ腐敗自体ももしかしたらもう性別節減に直接は関係が、あ、違うわ、ミケラとマレニアが赤い腐敗の感じのあれだから関係性もともとあるんだ。なるほどね。なんだこれ、大型のモブが出てくる時のやつだと。なんか出てくるのかお前。いやー、来るかこれ、あそこまで。いや来ないよな。ルーンベアがたくさんいる感じか。なんだろうな。ん？なんだこれ。話しかける。モーク、呪われた血、おい、血の意味込めが。返せ、ニカラス様を返せ。あー、曲のお体かな。お前ごときは触れてよいものか。ご神体じゃないんだね。なるほど。じゃあモーグは伴侶としてミケラを欲しがって、で強引に奪ってったみたいな感じなのかな。ってことはここら辺にモーグに通じる何かがあるっていうことの認識でよろしいんですかね、私からすると。ちょっとな、厄介なやつが、うわー、マジか。うわー、よし、来た。先に倒せて OK だな。血の貴族に侵入されました。犬を先に倒せたから十分だ。どこにいる血の貴族。あれ、いない。いた。クソ、先に潰された。回復。回復、俺も回復、お前も回復、俺も回復。うわー、ブラッドラス、危ない。なんかめちゃ判定な、やばめちゃ判定強いな、そのダッシュ攻撃。あれ、もうここで侵入される、まさか。なんだ、汗びとくやアナスタシア、お前どんだけ侵入してくるんだ。すげえ量だな。
お前と戦うときはマジで一発で持ってかれるからやばいんだよなやっぱりいやミスったな。ミスった、5番ミスったな。まあ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 いいでしょう。これは完璧に想定外、こっちからの方が近いからと思って出たけど、アナスタシアが出てくるか。さあ久しぶりだな、やろうぜ。一発が重いな相変わらず。もう8割9割消し飛んじゃうからな。まあでもいいのか俺のこの出血パワー。危ない消し飛ぶ。いやーもったいなかったな、さっきの。仕方ないか。まああれなぜこれこんどいきなりすぎてちょっとびっくり。俺これで2つは強化できるようになったな。この上の方のアイテムもちょっと見たいので、ちょっと見ちゃいましょうか、ついでに。はい、試験ね。オッケー。うわ強っ、なんだお前。おお、ひるまないか。ガード性能。オッケー。回転傭兵か。強いな、それにしても。あ、来た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 。のしのし来たな、おい。かーい、一撃が痛いね。間違えたね。はい、もう一回通しよう。早く、で一発食らう。いや一発食らうけど痛い、こっちの方が。はいはいはい、回復。マジでこいつやばいな。どうする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 。ここまではいいんだよな、多分。くそ。危な。マジかー。お前それはダメ、それはダメ、それは絶対ダメ。あぶねえ。あぶねえ。オッケー。くそ。2回連続。回復。2回連続。持ってけ。終わりだ。何？残念だったな。表層からのダッシュ好きだ。いやーこいつ強かった。黒布に金の刺繍が施されたフード、血の君主に使われ貴族たちの装束。彼らは血だまりから忍び寄る狂人であり、呪われた血を分け与える宣教師である。金模様の豪奢な片当ては来たるべき王朝における貴族の印であるという。一応ここに
なんか侵入してきた意味はなんとどう分かったんですけれども、どういうことなんだろうね。ってことはこの先にミケラ様がいるということなんだろうか。白金人か、転送があるな。あ、どうせ3番しかないし転送して、あ、なるほど、これが血の君主のところに行ける転送だ。だって血にまみれてるもん。先に行って作っとくか祝福を。くーらくーら、後ろ何もなし、本当に OK だね、何もなしだね。さあ俺は祝福を1個点火したら、ここは今回はもうその以上先には行けないよ。だから祝福をマゲインアウチャオ、来たね、これは間違いない。あれ、結構サリアの魔術市街からさらに東だったな。あー、この辺の地図もありそうだね。 CD まみれてるね、すごい出血量だ。一体誰の体から出てるんだその出血量は。こっから転送するってことは、でもミケラの聖樹の地に行くまでモグイン王朝には来れないってことだよね。っていうことはやっぱ結構最後の方に来るところってことで、また白金人いるな。なんだこれ、白金人の方、白金人は本当に 何派閥の人間なの。ラスグレスエスカバード、王朝に至る崖道本当に崖。まあ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 、ここは後ほどですね、後ほどというか次回以降やっていきますんで、よろしくお願いいたします。さてさて、あとはん、ここにも出てくるのか。ってことはこの辺だな。うわ、いって、マジこいつしつこい男は嫌われるぞ本当に。この辺か、怪しいね。一旦ちょっとぐるっと回って、さっきの場所を他に何もないか見ていきますよ。クマ寝てるな、またもうあのクマは本当にもうね相手にしないんで。ここのクマ怪しいから何かあるかもと思って毎回毎回挑んでたんですけども、まあ、毎回毎回何もないのでね。さっきのはそこか、ここに。ありだね。あれ、狂い火？なんかいろんな人がいるな。なんだ？狂い火はミケラともマレニアとも関係ないと思うけど、なんだ？狂い火の人はそれともどこにでもいるもんなのか。イエロアニスの廃墟。イエロの瞳は狂い火系だね。アニスはなんだ、アニスって誰かいたっけ。廃墟だからまあ中にボスがいるんでしょう。どこ行った、どこ行った。あ、なるほど、回転したのか。ドン、ズバッシュ。もうあるじゃねえか怪しいなと思ったらやっぱりあるわな、そりゃ。やばい、やばいっす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 。オッケー引っかかっちゃったけど、なんとかあったな。ほっほっ、はい正解。どうせこれでもまあそうだよね、ボス戦じゃないよね、アイテムですよね。耐えきれぬ狂い火、狂える三本指に由来する祈祷、その瞳から黄色い狂い火を激しくたぎらせる、走らせるかな、これは確か。長押ししてる間その走りは続き、
足を止めずに使用できる。古い火の巨人がボワーって使ってたやつが多分これだね。それは古い火で火がただれた闇人たちの耐えきれぬ落雷、涙を流してるんだ。強敵な痛みを伴う。このちょっと狂い火系の魔術もね、魔術祈祷もね、使ってみたいっちゃ使ってみたいんですけど、まあ進行1たりとも上げてない私にはね、もう完璧に関係ない話ですね。この下にもなんかあるか。あれ行動か、イエローアニスの行動。あ、でもちゃんとエレベーターあるね。だったら問題ないな。ラスクレスイスカムール死んでんな。じゃあちょっとルーンを使ってレベルアップして知力64、目標まであと4ですね。まあここは一旦無視していきましょう。よくは寝る時間、おやすみなさい。お疲れ様でした。バイバーイ。